平助、そういう理由でお前はここにいるのか。そういうこと。俺で役に立つならって一緒に来てるわけ。いいじゃないですか、土方君。そういうことにしましょう。こいつらの肩を持つなんざ。三男さんにしちゃ珍しいじゃねえか。どういう風の吹き回しなんだ。深い意味などありませんよ。早く会議を再開したいだけです。君たちはもう下がっていいぞ。お茶をありがとうな。ああ、とっとと行け。もう来るんじゃねえぞ。わかったよ。お邪魔しました。疲れたよな。土方さんと三男さんって変なとこで勘が働くしさ。それでだな、ちょっと礼が言いたいんだけど。俺のことかばってくれただろ。結構嬉しかったから一応な。さっきはありがとう。お前に手伝ってもらって本当によかった。そんなことないって。なんだかお前にばっかり負担かけちまったしさ。勝手場の貸し棚ならなんか入ってるはずだし、これから食べちまおうぜ。だって口先だけで済ませられるほど俺の感謝は薄くないし。心配すんな。菓子なんて食ったもん勝ちなんだからさ。
じゃ、取ってくるからお前の部屋で食おうぜ。期待して待ってろよ。茶も二人分入れてくるからさ。よし、いただきます。ん？どうしたんだ？遠慮しないで食ってくれって。桜餅だよ。お前は江戸出身だし、こういう形のやつは初めてか。江戸風は布で包むみたいに小豆あんをくるんでるんだろ。こっちのが餅らしいかもな。形は江戸風のも洒落てるけどさ。でもそれぞれのうまさがあるし、見た目で春って感じられるから、俺はどっちも好きだな。え、この葉っぱって飾りで剥がして食うもんじゃねえの？うん、これはこれでいけるな。すげえ桜らしい味っつうか。こうしてのんびりするの、意外と悪くないよな。よし、これからも俺うまそうな菓子見つけたらお前の部屋に持ってくる。二人でこっそり食べようぜ。そしたら絶対楽しいからさ。